江川卓の高され、今回は、はい、セリーグについて。セリーグね、はい。まあ、ペナントレースもいよいよ終盤、はい、というところで、はい、現時点で首位が広島、はい、で 0.5 ゲーム差で2位が巨人、はい、でそこから5ゲーム差、はい、あって3位が阪神、はい、で 1.5 ゲーム差で DeNA と、はい、続いている状況で、はい、まあ、各チームについてちょっと今の状況っていうのを江川さんに聞いていきたいなと。あ、分析ですか。はい、はい、まず、首位の広島について。はい、8月は、14勝9敗かなり、うん、はい、調子がいいといったところで、うん、まず4番が小園選手から末金選手、お、はい、戻ってきて、でさらに続く、5番の坂倉選手も、はい、好調な様子と。はい、で、まあ、一時広島は2位、まあ、巨人が1位になって2位になっていたんですけども、はい、ね、はい、まあ、新井監督も慌てた様子っていうのは特に見えず、この広島っていうのはどういうふうに見ていますでしょうか。あ、まあ、何回もこう放送っていうのか、このチャンネルっていうんでしょうか、聞いていただいている方には、言ってるのが記憶に残ってらっしゃるかもしれないんですけど、小園さんが4番を打ってる時に、小園さんが3番を打てるチームだといいんですけどねって言った覚えがありまして、僕の記憶違いはいっぱいあるからね、記憶違いでなければの話なんですよ。で、それが今おっしゃったように3番を打ててるっていうところを考えると、多分打順のバランスっていうのは相手のピッチャーからすると非常にこう嫌な感じで、カープからすると理想のある程度の打線が組めてるんだろうなっていうふうになんとか感じますね。で、まあヒロが菊池さんだったり、こうショートやってる矢野さんも時々いいとこで打ったりもしてるし、もちろん坂倉さんも末金さんもみんな小園さんも毎回こうヒロが変わったりするっていうことを考えていくと、いい打順のこう巡り合わせに多分なってて、すごく破壊力っていうような言い方じゃないと思いますけど、チーム全体としてバランスよく勝ててるなっていう、だからまあ3連戦やると2勝1敗になるなっていう感じで戦えてるんだと思いますね。なんか3連戦圧勝するというよりも2勝1敗を必ず拾ってるというような、チーム状況になってるんで、そんな負け越さないなって、この間なんか、1勝2敗っていう時ありましたけど、全体的に見てバランスよく戦えてるんじゃないかなというふうに思いますけど。ピッチャー陣の方はもう変わらず。そうですね、はい、先発陣も揃ってますし、まあ、リリーフ陣はもともといいですから、まあ、6回ぐらいまでリードすれば、勝ちゲームを持っていけるっていう、まあ、落とさないゲームですよね、これが多いので、まあ、見ててなんとなく6回ぐらいがちょっと6回7回ぐらいが危ない時があるかなと時々思うぐらいで、大体拾ってるゲームっていうか落とさないゲームって言った方がいいですかね、それが多いっていう感じがするので、非常に安定したゲーム運びしてるんじゃないかと思いますね。で、広島はですね、はい、残り試合が、今の時点で28試合と一番多いんですけども、はい、この残り試合が多いっていうところはどういうふうにこう、はい、まあ、僕の経験上ですね、経験って古い経験ね、古い経験だけど経験上ホームゲーム結構残してると思うんですよ。それが多分すごく大きくて、よく昨日もちょっといろんな番組拝見してたんですけど、サッカーでホーム&アウェイって差があるっていう方と、まあ、あんまり変わりませんよっていう方と多いと思いますけど、野球でいうと自分のホームでやるっていうのは、まあ自分の自宅とか、まあ、寮もそうですけど、自分のこうペースを守っていけるっていうことがすごく大きいんですよね。毎回このチャンネルやるにしてもリズム一緒じゃないですか、やってることがずっとね、お付き合いしていてて、まあ、毎回一緒だなと思っていると思いますけど、リズムってすごく我々は大事にこう崩さないようにやってるっていうのが野球選手なので、ホテルはもういいホテルすごく泊まらせていただいて完璧なんですけど、それでもやっぱり環境ってこうすごくこう整えて難しいんですよね。移動してホテルに泊まってそこから行くっていうのは、という結論からすると、話がすごく長くいつもなってるんですけど、
カープがあのホームチーム残してるっていう、自分の地元で残してるっていうのはかなり僕は優位に働くような気がしてしょうがないんですね。まあジャイアンツ戦見ても、東京ドームと、マツダスタジアムですかね、ここでやってる対戦見ると全然カープは地元の方が勝ってて、東京ドームではあんまり、地元に比べると星を取ってないっていうのがちょっとあって、まあ、偶然なのかどうか分かりませんけど、まあ、東京ドームがホームラン出やすいってこともピッチャーに影響もしてるかもしれませんけども、そういう意味から考えても地元っていうのはかなり大きいのかなと、カープに関してはですね、そう思いますね。では、続いて巨人、はいはいはい、巨人は、8月は13勝10敗、うん、じゃあもう、はい、勝ち越して似たような感じなんですね、はい、まずあの投手陣は、今ハーラートップの13勝を挙げている菅野選手、はいはい、ヒットリアとは、井上選手、うん、はい、このところは、好調の様子、はい、野手陣については8月中盤にあのヘルナンデス選手が、はいはい、あの故障離脱をしてしまったんですけども、はい、まあ代わりに上がってきた浅野選手であったりとか、はい、まあ、7月の中旬に加入したモンテス選手が、はい、あのその穴を埋めるような形になっているように、うん、はい、見えるんですけども、まあ、その辺を含めて巨人はどうでしょうか。これすごくちょっと難しいんです、うん、あの今浅野選手が絶好調で、でモンテス選手っていうのが少しこう3番が怪我したことによって、あ、少し打線崩れるかなと思ってたんです僕。そしたらモンテス選手っていうのがこうピッチャーから見てこう打てない場所がないっていうバッターなんですよ。よく見ていただくといいんですけど、ストレートをよく一塁にすごいファウル打つんですよ。これよく試合見てて、あの彼のバッティングの打席をご覧になると面白いと思うんですけど、こうストレートのボールをパーンと打った時に一塁側にすっごいファウルを打つのが何球もあるんですよ。これなんでこれ起こるかっていうと、ポイントが遅いんですね。ストレートを打つポイントが遅いっていうバッターなんですよ。でちょっと変化球とかフォークボールもファウルになるし振らないしっていうポイントが遅いんで、そういうことが起こるんですけど、でインコースのボール打たないかっていうと結構つまえながらのヒット打ったり、それから右中間に打ったり、いろんなことができるっていう選手で、意外にピッチャーから見てどう崩すかって結構研究したんですけど、今のところ結論が出ないぐらい難しいですよ。多分ね、ちょっとインハイかなと思うんですけど、今前からお話してるように、今のピッチャーってインハイってすごく投げない、コントロールが難しいんで、投げない方がほとんど 90% でインハイ投げないので、そこがウィークポイントだと思ってるんですけど、投げるピッチャーがいないっていう。で、インドは投げるんですけど、インドはついてくるんですよ。ということから考えていくと、この浅野、モンテスでしたっけ、はい、この2人はちょっとこう相手チームにすると厄介だなぁと、僕相手ピッチャーになって今話してるんですけど、と思うはずですね、浅野選手は何がいいんですか。浅野選手もあの感じ、体型的に見てそんな身長があるわけじゃなくて、だけどすごくバットをですね、インコースのボール見ると分かるんですけど、インコースのシュートボールなんかをレフトにフェアグラウンドに運べるだけ、バットがインサイドアウトっていうんですけど、インサイドアウトにバットを出すっていう、だから右中間にこう打てるんですけど、ちょっと見た感じはインサイドアウトにバット出てきそうもないように見えるんですけど、実際にインコース投げてるピッチャー見ると意外にインコースヒットしてるっていう、インコースをこう、インコースからこう、まっすぐ出せるっていうんですね。普通はこういうふうに打つんですけど、これをこういうふうに出せるっていうバッティングができるので、これも意外にちょっと厄介で、厄介な選手が2人続いてるんで、こう相手チームちょっと戸惑ってんだろうなと思って、ただこの好調が今一番来てるんで、あと残り20試合ちょっとの時に、この好調が続くか、こう下がるかっていうね、バッティングって上がったり下がったりするんですから、今ちょうどいいところでいるんで、これが下がるのか、キープできるのかっていうのがちょっと僕には分からない。どっち出るかなっていう、それによってこうカープとの争いが変わっていくかなっていうなんか感じがしてるんですよね。ちょっと面白いところです。だから、はい、ピッチャー陣はどうですか、巨人の。菅野投手がこんなこと私が菅野さんに言うのはちょっとあれですけど、ピッチングっていうものが一応ジャパニーズのピッチングですね、メジャーとはちょっと違うんですけど、日本のいわゆる配球っていうのがキャッチャー、
小林さんっていうのを組むようになって、あのなんて言うんでしょうね、前にあのちょっと話したこともあるかもしれませんけど、テレビ画面を皆さんご覧になって、こう前の時にはバッターが、まあ、右バッターだったり左バッターに立つんですけど、菅野さんのボールっていうのが画面から出ちゃうようなイメージが僕はあったんですけど、まあ、見た人はちょっとそういう感じるかどうかわからないんですけど、今はすごく中に入ってきてて、あの画面にうまく収まってる感じがするんですよ、去年一昨年に比べると。でこれがあの 僕的にはあのピッチング術を覚えたっていう、投球術っていうんですけど、あの覚えたなっていうかね、その感じがすごくして、見てて、あこう投げるだろうなって、あここやっぱ行くよねって、こう投げるんだろうなって、あこう行くよねっていう感じに見えるので、種明かしをすると、しても影響ないから大丈夫でしょうけど、ストレートはそんなに速いんですけど、150キロ近いんですけど、ストレートはねほとんどそんな見せるだけなんです。見せるっていうか、何人かのバッターにストレートを見せると、やっぱりみんなストレートを来ると思うので、ほとんど投げてるのはあのフォークボールとかカットボールとかが多いんですけど、そういうふうに思わせるっていうのが投球術なので、我々はボールが遅くなってからはそれを使ってあの何とかしたわけですけど、まっすぐあるっていうふうに思わせると、あの何とかなるっていう、そこに行ったなっていう、まああのぐらいの年齢であのぐらいの経験がないといかないもんですけど、ようやく到達した感じがしてて素晴らしいなと思ってますけど。でですね、阿部監督は9月の戦い方について、はい、中継ぎ陣の3連投の解禁と、あとは先発陣の中5日起用っていうのを、あの挙げていたんです。昨日放送で中4日って言ってましたよ。中4日、はい、放送ではね、はいはい、いや別にいいですけど、はい、まあここについては投手陣の起用っていうところについては、そうです、残り20試合ぐらいですからね、24試合か、優勝するかどうかはすごい違いますからね、ホームでできるかどうかですから、ちょっとやっぱり中5日はあるでしょうね。中4日だと今のピッチャーちょっと投げるのきついでしょうけど、5日ならなんとかなるかもしれないので、まあ、日本の場合月曜日に休みってことがありますからいけるんじゃないかと思いますけど、まあ、3回ぐらいずつでしょうからね、だったら中5日で、もう3回ですから、中5日2回ですから1週間抜かけなくても5日でいけるんじゃないかと思いますけど、経験上は中4日が続くときついです。中5日だと少し1日しか違わないんですけど、少し余裕があるっていうのは経験しているので、ただ今の人は中1週間で投げますから、6日で投げてるのが中5日になった時どうなのかなとは思いますけど、でもそのぐらいの時に来てると思いますけどね。中継ぎを抑えていたところも、まあ船場沢選手だったりとか、まあ、高梨選手、はい、ケーラー選手、バルドナード選手、あと大勢選手がいるので、はい、まあ、ここも、まあ、盤石なように見えるんですけども、そうですね、カープ同様、これは勝ちゲームを落とさないっていう意味ではほとんど落としたようなゲームは見当たらないんで、ここもやっぱり取れるんじゃないでしょうかね。だからまあ勝負って本当にカープもジャイアンツも多分6回までの勝負が多いじゃないですか、7回というよりも7回8回というよりも6回ぐらいまでで大体決まるっていうことが多いんじゃないですかね。では、続いて阪神について、はいはい、で阪神はですね、まあ、去年の今頃っていうのは10連勝していて、まあ、優勝への道を、はい、ひた走っていたタイミングではあるんですけど、うん、まあ、今シーズンはちょっと岡田監督が苦渋をにじませている様子でして、はいはい、まあ、8月はまず11勝13敗と負け越しです、ね、うん、で守備の乱れから失点するパターンが多いように見えるのと、あとは、まあ、打線も少し落ちてきたかなというふうに見えるんですけど、うん、でそんな中で、まあ岡田監督、まあ、このところの試合後の会見で結構苦言が目立つなというところがありました。はいはいはい、まあ、ホームランを浴びたバッテリーに対して、まあ、真っすぐはないだろうですとか、あとナインに支持する声もベンチで声出してるのは俺だけやとか、うん、まあ、そういった、苦言も多いように見えるんですけど、阪神の状況っていうのはどう見えますか。そうですね、まあ、もともとはそんなに打線が強いわけではないんですけど、まあ、投手がこう揃ってるっていうチームですよね。ただ得点が少し
あの前も言ったけど取れるゲームももちろんあるんですけど、なかなかこういう大量でこう優位に進むっていうゲームが少なくなってきてるっていうところで、岡田さんのこう感覚と合わないっていうゲームが増えてきてるのかもしれませんね。で、まあ土のグラウンドなんでエラーはどうしてもあんだけ整備が素晴らしくても出るってことがあったりしますんでね。まあ選手の疲労もすごいでしょうから、まあ、そういう中で岡田さんとこうなかなかこう感覚が合わなくなってるっていうゲームもまあ出てきてるかもしれませんね。まあでも、まああの試合運び見てると、この間も1勝1敗で終わりましたしね、ジャイアンツとね。あの、6回まで1安打のやつがホームランで逆転とかってありましたけども、あの、まあ上手についているけど、逆転するかっていう力まで、首位になるかっていうと、ちょっともうゲームの数がないんでね。あと27試合でしょうから。そうです。阪神は22試合残して、まあ、首位と 5.5 ゲームです。ねえ、5ゲームですから、3ゲームだとちょっとあり得るんですけど、5だとちょっと残り20だと、首位に行くっていうのはちょっときついのかもしれませんね。2チームありますからね。でもまあ、あの、3位、4位って全然違いますんで、そこでなんか粘っていきたいっていうところだと思いますけど。広島と巨人。はい、の直接対決がまだ6試合残っていて、そうですね、はい、0.5 で6試合ですからね、セ・リーグ この優勝争いというところと、クライマックスシリーズの進出をするラインというところの、どこら辺がポイントになるというか、まあ、今の時点だとこのチームというのがあれば、まあ、ジャイアンツとカープはもう行くでしょうからね、クライマックス行くでしょうから、あとは阪神と。DeNA がどうかっていうところですね。DeNA が3試合雨で流れましたからね、あの台風でね。DeNA と阪神は 1.5 ゲーム差で、ちなみに DeNA と阪神の直接対決も7試合残。そんな残ってるんですか。7試合もあるの。じゃあこれは回答は分かんないっていうところでしょうね。でも打線は僕はあの打線の並びすると DeNA の方が打線は強力ですけど、ピッチャー陣は DeNA はやっぱり。その例えば 6連戦になった時に6人いるかっていうと いませんから、そこはやっぱり得点でカバーするしかないっていうチームで、片っぽのタイガースの方はピッチャーはいますので、失点を少なくしてなんとか抑えていくっていう、全くちょっとチーム形態が違いますよね。打つチームと抑えるチームっていうのは違うんで、そこまた面白いと思いますけどね。シビアなゲームになると思いますけど、広島巨人のこの優勝争いっていうところのポイントはどこになっていく。僕だからさっき言いましたけど、2番と3番の浅野さんとモンテスが続くかどうかなんですよ。9月のそうですね、1週間から10日ぐらいの間持続するかどうか、この2人が一緒に持続するかどうか、どっちかが当たんなくなってきた時にどうなんだろうっていう、安倍さんの一番のこう苦労が出てくると思いますけど、どっちかがパタッと落ちてきた時に、今ちょっと丸さんがいい時から少し落ちてきてるじゃないですか。ああいう感じでバッターって必ずこう上がったら落ちたりパターンがありますんで、二人とも今いい時ですから、それがどっちかが落ちた時でバランス崩れると思うんですよね。巨人は、はい、さっきもありましたけど、広島とあと6試合やって、はい、全部マツダスタジアムです。はい、そうですね。で、一番近いところで言うと9月の10日から、はい、CG の3連戦がありますよね。はい、でこの3連戦で例えばまあ、どっちかが 3連勝するとかになった時にもう その段階で抜けれるのが、これね、3つは勝たないと思うんですよ。両方とも取って2つだと思うんですよね。まあ、1勝1敗1分けっていうのもあるかもしれないんだけど、3つ取れるだけの両方の力関係っていうのは僕同じだと思ってるんで、3つはどっちも取らないなと思ってますけどね。どっちかが1勝2敗2勝1敗になる、あるいは1個引き分けるぐらいの力関係だと思いますけどね。誰が先発に当たるかちょっとローテーションも見てないんですけど、ここも面白いとこで、例えば大瀬良さんっていうピッチャーは東京ドームでは全くなかなか勝てないゲームが続いてるんですけど、あのマツダスタジアムに行ったら勝つのでね、巨人戦でも。ここもそういうハマり方がするので、多分ね、マツダスタジアムの方がなんかこう、もちろんホームラン出るんですけど、もちろん風もあるし、
広い感じがするんだと思うんです、投げててね。東京ドームってなんかホームランすごく気になって投げる。もう投げたことないからね飛ぶ飛ぶって言うんだけど、投げたことないから分かんないんですよね。でもまあなんかホームランが出やすい、狭いって言うと、昔で言うと狭いとか広いとかあるんですけど、そういう狭い球場行ったらやっぱりホームランは気にして、やっぱりそのキャッチャーとのサインもそのホームランのコースには少なくしようよってありますから、そこもすごくあると思いますね。来週からのあのカープとのジャイアンツの3連戦というのは非常にあの3連戦面白いと思いますので、チャンスのある方はぜひご覧になっていただければと思います。多分フォローができない可能性もありますので、見ていただく方だけで結構でございますので、何かあのご意見ございましたらまた、どしどし、この間もあの、先発とリリーフのどうやって区別するんだなんていうのをうまく答えられたかなと思ってちょっと不安になっておりますけども、また何かありましたらお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。